感動の実写化映画、ウィラブ、舞台挨拶でキャスト陣が作品への思いを語る。平野翔の天然トークに会場もほっこり。映画、ウィラブ、舞台挨拶で平野翔桜井ひな子がイチャイチャ。映画、ウィラブの公開御礼舞台挨拶が徒歩シネマズ日比谷で盛大に開催され、会場は観客の笑い声と拍手に包まれる素晴らしいひとときとなりました。主演を務めたナンバーアンダーライン愛の平野翔さんは、 独特の天然キャラでその場の雰囲気を明るく盛り上げ、観客の心をわしづかみにしていました。平野さんが演じる凛は、外見はクールで完璧、しかし実際には幼なじみの優が好きすぎて冷たい言葉を投げかけてしまう、超こじらせ男子という難しい役柄です。見た目の印象とは裏腹に、不器用で愛情表現が不自然なキャラクターは平野さんの天然キャラと相まって、彼が持つ独自の魅力を存分に発揮する場となりました。 平野さんは舞台挨拶でもその天然ぶりを発揮し、MC からご自身のシーンでなくてもいいですよと言われた際、せっかくなのでご自身のシーンでと天然な返答を見せ、場内を大きな笑いに包んだのです。佐藤監督から5はいらないよとツッコミが入ると、平野さんは少し恥ずかしそうに自身のシーンでと訂正し、さらに会場の爆笑を誘いました。このようなやり取りが、 平野さんのキャラクターに対する親近感を一層強く感じさせます。この舞台挨拶には桜井日奈子さん、玉城ティナさん、磯村勇人さん、伊藤健太郎さん、桜田ひよりさん、そして佐藤雄一監督も登壇し、それぞれの視点から映画に対する思いや撮影の裏話を語りました。本作は、同じマンションに住む幼なじみ4人と、恋のライバルとなる兄弟が織りなす青春ラブストーリーです。 凛の言動にネガティブな言う、そしてその二人を見守る小みと蛍田の友情が丁寧に描かれ、思春期特有の揺れる感情や友情と恋愛の工作が共感を呼びます。さらに、途中で登場する和馬と美香という兄弟が彼らの関係に新たな風を吹き込み、それぞれのキャラクターの成長や葛藤を通じて、好きという気持ちの多様性を描き出しています。平野さんは、劇中で和馬役の伊藤さんとの男同士の、 カベドンシーンについて語り、バチバチしていて空気が悪い感じが好きでしたと笑顔でコメントしました。このシーンは、リンが優への思いを直接表すために一歩を踏み出す重要なシーンであり、映画の中でも特に印象深い場面です。また、桜井ひな子さんは自身が演じた優の、あわわポーズを実際に披露し、観客から歓声が上がりました。このように、キャスト陣は映画のワンシーンをその場で再現し、 ファンとの距離を縮めていました。舞台挨拶の終盤では、キャストが男子チームと女子チームに分かれ、出題されたお題に対してチームで答えを合わせるゲームが行われました。男子チームは質問の意図を理解するのに苦戦しながらも答えを模索し、女子チームは勝利に向けて協力して密かに作戦を練るなど、チームワークの様子が伝わってきました。最終的には、佐藤監督の甘い判定により引き分けとなり、 伊藤さんが、全員仲が良いということです、と一言でまとめ、観客から温かい拍手が送られました。佐藤監督も、撮影初期の段階でキャスト同士の息がぴったり合ってくれて、制作側としても非常に助かりましたと、キャスト陣の団結力の強さを称賛しました。また、監督は平野さんの天然キャラについても触れ、翔くんがみんなのためにわざと天然で振る舞っていたんだよね、と冗談を交えながら話すと、 平野さんは、そんな記憶はありませんと照れた様子で返答しました。そして、本当に天然なのと監督からさらに突っ込まれると、平野さんは少し困った顔で、世間では天然らしいですと語り、会場中のファンを大いに沸かせました。最後に、キャストを代表してマイクを持った平野さんは、人生は一度きりなので、その中で僕たちの映画を見ていただいて、本当に嬉しく思っていますと感謝の気持ちを表し、 ツイッターとかやっていないので皆さんの感想がわからないですが、皆さんの肌ツヤが良くなっているのを見て、きっとキンキンしてくれたんだと思いますと自信たっぷりにコメントし、再び会場を笑いに包みました。このように、平野さんはその場の空気を読みながらも、自身の自然体な姿でファンとの距離を縮める術を知っているように見えました。この、ウ o v e という作品は、原作コミックスがライン漫画で話題となり、 累計発行部数百五十万部を突破するほどの人気を誇る作品です。映画化にあたっては、原作の純粋でまっすぐな青春の魅力をそのままに、実写ならではの息づくキャラクターや美しい映像美が加わり、多くのファンに感動を届けることとなりました。観客は、幼なじみという設定が持つ独特の距離感や、幼少期からの積み重ねが生む絆、そしてそこから生まれる恋愛のもどかしさに深く共感し、 映画のストーリーに心を打たれたことでしょう。観客が劇中のキャラクターに自身を重ねて感情移入することは、青春映画の醍醐味とも言えますが、特にこの作品では、誰もが一度は感じたことのある、好きな人に素直になれない気持ちがリアルに描かれています。恋愛だけでなく、友情の大切さや信頼の深さも丁寧に描かれており、若い世代だけでなく、幅広い年代層の観客にとっても共感できる内容となっています。 さらに、映画公開後には、WeLove! の登場人物たちが体験するようなドキドキや胸キュンが多くのファンの心に響き、その余韻が SNS を中心に話題となっています。普段の日常生活では感じることのないときめきを感じたい、または青春の甘酸っぱい思い出をもう一度思い出したいという思いが、映画を見る動機となっている人も多いのではないでしょうか。平野さんが演じたリンというキャラクターは、 不器用ながらも一途でまっすぐな愛情を持つ青年であり、多くの人が、こんな風に誰かを思われたいと思わせる魅力を放っています。桜井さん演じる優の不安な気持ちや戸惑いもまた、現実の恋愛に悩む人々にとって共感できる部分が多いと感じられたことでしょう。このように、WeLove は単なる恋愛映画ではなく、見る者それぞれの心に異なる響きを持って訴えかける作品として、 多くの人々に深いい印象を残しています。キャストやスタッフの情熱が詰まった「WeLove」は観客にとって笑いあり涙ありの感動的な作品でありその完成度の高さが伝わる舞台挨拶となりました平野さんの天然キャラによる独特の雰囲気とキャスト陣の仲の良さが一体となって映画の魅力をより一層引き立てましたまたキャスト陣全員が作品に対して深い愛情と誇りを抱いていることが 舞台挨拶を通じてひしひしと伝わってきました。映画の中では、それぞれのキャラクターが異なる形で友情や愛情を表現しており、それは青春時代の複雑な心情を見事に映し出しています。桜井さん演じる優は、凛の思わせぶりな態度に悩むものの、凛の不器用な一面を知りつつ、そばにいることで支えようとするけなげさを持っています。その優しさと一途さが、凛との関係をより深くし、 観客にもも心温ままるものとして移ります一方で凛もまた、優に対する気持ちをどう表現すべきか分からずに葛藤し、時には冷たく当たってしまうものの、その裏には強い愛情が隠れているのです。この二人のもどかしいやりとりが、観客の心を揺さぶる大きな要因となっており、多くの人がその姿に共感し、自分の過去や思い出と重ね合わせたことでしょう。 舞台挨拶でのキャストのやり取りや笑いに包まれたトークは、映画の和やかな雰囲気そのものを感じさせるものであり、WeLove という作品が持つ柔らかく温かい空気を見事に再現していました。これは、キャスト全員が共に過ごした撮影期間を通じて培った信頼関係と、互いへのリスペクトの表れでもあります。佐藤監督のコメントにもあったように、撮影の早い段階からキャストがすぐに打ち解けたことで、 作品作りはよりスムーズに進んだとのことです。このチームワークが画面を通して伝わり、観客の心に深く響く作品が完成したのだと言えるでしょう。平野さんが最後に伝えた感謝の言葉は、作品を愛する気持ちとファンへの感謝を感じさせるものであり、ファンの心に長く残るものとなりました。彼が、皆さんの肌ツヤが良くなっているので、きっとキュンキュンしたのではないかと思います、とユーモアを交えて語った言葉には、 観客への温かい配慮と優しさが感じられ、舞台挨拶を通じて、映画とファンとの間に温かな絆が結ばれた瞬間でもありました。